港通りは、大阪府大阪市を東西に走る道路。大阪港と大阪市中心部を結ぶ、いわゆる港国道である。区間は、大阪税関前から川口交差点までの、約6キロメートル。前線国道172号の一部区間にあたる。朝潮橋交差点以東は交差している部分がある。ものの、おおむね中央台通と並行である。 境川交差点移成は片側3車線の6車線道路である。また、3先1交差点移成の約2200メートルの区間に設置されている歩道と分離された自転車のための通行スペースは道路交通法第2条第1項第3号の3で規定される自転車道である。おおむね全線を大阪式バス88号系統が走っている。 また、浅潮橋高差点以西は、地下鉄中央線の高架が、中央分離帯の上部を走る。浅潮橋駅と大阪港駅以外とは、他の鉄道駅からやや離れた地域を通っている。1897年の大阪港、第一次集築工事の着工を受けて、新、大阪港である築港と、旧、大阪港である富島及び当時大阪府庁舎と、 大阪市庁舎が共に立地していた、高雪ゆきことを結ぶ、筑工大道路の付設が計画された。1903年3月に、起点から現在の九条振動交差点まで開通し、同年9月には、大阪市電筑工線も開通。筑工大道路は、大阪発の近代幹線道路であるとともに、大阪発の市電が走った道路である。筑工大道路の布設の際に千船橋。 朝潮橋、夕凪橋、磯路橋、玉も橋などが架橋された。現存する橋は千船橋だけとなったが、現在も町名、駅名、交差点名などに名残が見られる。実行大道路の開通まで、新田地帯だった現在の港区域は、発展期を迎え、住宅開発の他市岡パラダイスなどの娯楽施設や、大阪市立運動場なども建設された。 執行台道路は1920年施行の旧道路法で国道37号線に指定され、1953年に二級国道172号、大阪高線、1965年に一般国道172号となった。また、同年には国道172号の渋滞緩和を目的とする中央台2の港区及び西区の区間が開通した。 2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。